昨日パリから帰国した日本選手団帰国後すぐに岸田総理を表敬訪問しレスリングで金メダルに輝いた県出身の櫻井つぐみ選手と清岡幸太郎選手も出席しました皆さんは素晴らしい元気や勇気を日本のすべての国民に与えてくれたと心から感謝をしています 一夜明けた今日、選手たちは会見に臨みそれぞれ成果を報告しました夢の舞台で活躍が活躍することができてとても幸せでした応援ありがとうございましたオリンピックを通してとても楽しく試合をすることができましたし自分の戦う姿を見て皆さんに勇気や希望を届けられた大会になったんじゃないかなと思います選手たちはこの後会談式と報告会に臨み パリオリンピックの活動に一区切りをつけます。